社会主義と戦争、社会主義と戦争、ロシア語、ゼートは1915年に出版されたレーニンの著作。第一次世界大戦を帝国主義戦争と規定し、それを内乱へと転化することを呼びかけるとともに、戦争に賛成して崩壊した第二インターナショナルに変えて第三インターナショナルを創設することを主張した。 第2インターナショナルは1907年のシュトットガルト大会において戦争を阻止するために全力を尽くすこと及び戦争が起こった場合にはその早期終結と戦争による経済的、政治的危機を利用して資本主義的階級支配の廃棄を促進することを義務とする決議を採択した。バルカン戦争勃発後の1912年に開かれたバーゼル大会でも この決議を踏襲した宣言を採択した。にもかかわらず、1914年に第一次世界大戦が勃発すると、公選国の社会主義政党はそれぞれ自国政府の戦争を支持した。そうしなかったのは、ロシアとセルビアの党だけだった。ドイツ社会民主党は8月4日の国会において、軍事交際に賛成投票した。党内では、祖国防衛派が多数を占めた。 反戦派の国会議員は対応方針で一致することができず、投機率に従って賛成投票した。カウーツキーを中心とする中央派も党の統一を守ることを優先した。反戦派の中ではカールリープクネヒトだけが12月の投票の際に投機率に従わず、軍事交際に反対した。1914年8月下旬、ベルンで開かれたボリシェビキの会議は、 レーニンが執筆したテーゼ、ヨーロッパ戦争における革命的社会民主主義派の任務を採択した。その内容は以下の通りだった。ヨーロッパ戦争はブルジョア的、帝国主義的、王朝的戦争という性格を持っている。軍事予算に賛成投票したドイツ社会民主党の指導者たちの行動は社会主義に対する裏切り。ブルジョア内閣に入ったベルギーとフランスの 社会民主党の指導者たちの行動も同様。第二インターナショナルの崩壊の原因は、小ブルジョア的日和未主義が、インターナショナル内で優勢だったこと。中央派は、日和未主義者に降伏した。未来のインターナショナルの任務は、社会主義内の、このブルジョア的潮流から離脱すること。交戦国の両グループは、戦争の残虐行為と、野蛮な行動との点では、少しも優劣がない。 ロシア社会民主党の任務は大ロシア人的及び、ツァーリ君主制的排外主義と戦うこと。ツァーリ君主制とその軍隊の敗北は、害が最も少ない。社会民主党のスローガンは、社会主義革命、共和制的ヨーロッパ合衆国、ロシアにおける、当面のスローガンとしての民主共和制、地主の土地の募集、8時間労働日。同年11月、 ボリシェビキの中央委員会は宣言、戦争とロシア社会民主党を発表した。8月のテーゼに加え、帝国主義戦争の内乱への転換がスローガンとして盛り込まれた。同時に発表されたレーニンの論文、社会主義インターナショナルの現状と任務は、日和目主義を一掃した第三インターナショナルの創設を主張した。1915年2月から3月にかけて、 ベルンで開かれたボリシェビキの会議では、ブハーリン、クルイレインコ、ロズミロビチからなるボージーグループとの対立が生じた。ボージーグループの主張は以下の通りだった。平和主義的なスローガンを帝国主義戦争を内乱へのスローガンに対立するものとして排除するべきではない。サーリズムの敗北をより小さなアークだとするのは実践的意義を書いているだけでなく、 望ましからざる混乱を持ち込む。新しいインターナショナルには、あらゆる国際主義的社会主義者を含めるべきだ。レーニンが、ショーブルジョアジーである農民に期待するのは誤りであり、また、民主主義的な目標ではなく、社会主義的な目標に重点を置くべきである。ヨーロッパ合衆国のスローガンは、正しくない。このうち、ヨーロッパ合衆国のスローガンに対する反対は、 取り入れられ、会議が採択した決議からそのスローガンは外された。8月に発表された論文、ヨーロッパ合衆国のスローガンについては、ヨーロッパ合衆国は、資本主義の下では、植民地の分割協定に等しいと指摘してこのスローガンを否定した。パリで発行されていた新聞、ゴーロスは、当初は、マルトフが中心となっていたが、1914年11月に、 トロツキーが編集部に加わると主導権争いが発生した。マルトフが平和主義的な観点から戦争に反対したのに対し、トロツキーは戦前の秩序を回復するだけの平和では無意味だとし、ヨーロッパ的規模でのプロレタリアート独裁、共和制ヨーロッパ合衆国という目標を掲げた。また、トロツキーは祖国防衛主義者との絶縁を主張し、 マルトフは反対した。ゴーロスが弾圧された後、後継者として発刊されたナーシェスローボにおいても対立は続いた。トロツキーの立場がボリシェビキに近くなっていたこともあり、ジュネーブで創刊する予定の雑誌、コムニストの編集部はトロツキーに協力を要請した。トロツキーは1915年6月4日付のナーシェスローボに、 コムニスト市編集部への公開上を発表して、要請を拒否し、ボルシェビキのセクト主義を批判した。また、平和のための闘争というスローガンを避けていること、ロシアの敗北をより小さな悪と捉えていること、社会排外主義者との闘争を単位なる組織的決別だけで済まそうとしていることについて、意見の相違があることを指摘した。 レーニンは1915年7月から8月にかけて社会主義と戦争を書き、秋に小冊子として出版した。それは開戦以来のボリシェビキの見解を全般的に解説するものとなった。本書の概要は以下の通り。社会主義者がブルジョア平和主義者と違うところは、戦争が国内での階級闘争と不可否的な関連を持っていること。 階級をなくし社会主義を打ち立てずには戦争をなくすことはできないことを理解している点であり、さらに抑圧階級に対する非抑圧階級の戦争の正当性、進歩性、必然性を完全に認める点である。フランス大革命からパリコンミューンまでの時代にはブルジョア進歩派の民族解放戦争があった。それは絶対主義と封建制度を打倒し、 外国の圧政を除去する進歩的な戦争だった。しかしその後、資本主義は帝国主義の段階に入り、植民地の諸民族を抑圧する反動的なものに変わった。現代の戦争は帝国主義戦争である。社会排外主義とは、この戦争で祖国擁護の思想を擁護することである。この思想から、さらに、戦争中は階級闘争を放棄する、 軍事交際に賛成投票する等々のことが出てくる。社会派外主義者が主張しているのは他国の圧政との闘争という意味での祖国用語ではなくて、いずれかの大国が植民地を略奪し他民族を抑圧する権利である。社会派外主義はあらゆる社会主義的信念とバーゼルの国際社会主義者大会の決定等を完全に裏切るものである。 全世界の社会主義者は1912年にバーゼルでおもそかにこう声明した。来たるべきヨーロッパ戦争を我々はすべての政府の犯罪的で極反動的な行為であると考える。このような行為は必ずや資本主義に対する革命を呼び起こし、その崩壊を早めるに違いない、と。戦争は起こり、危機がやってきた。大多数の社会民主は、 自国の政府と自国のブルジョアジーの側に立って革命的戦術の代わりに反動的戦術を取った。社会主義に対するこの裏切りは第二インターナショナルの崩壊を意味する。第二インターナショナルの全機関を通じて社会民主諸島の内部では至るところで革命的一翼と日和美主義的一翼との間に闘争が行われた。戦争は ヒ和リミ主義を社会排外主義に変え、ヒ和リミ主義者とブルジョアジーとの秘密の同盟を公然たる同盟に変えて、この発展を促進した。ヒ和リミ主義と社会排外主義との経済的基礎は同一のものである。すなわち、労働者と小ブルジョアジーのごく少数の特権層の利益が、それであって、彼らは自分たちの特権的地位を守り、また、自国のブルジョアジーがあるいは、 他民族を略奪することにより、あるいはその大国としての有利な地位を利用することによって手に入れた利順のおこぼれをもらう自分たちの権利を守っているのである。日和り民主主義と社会排外主義との思想的イコール政治的内容は同一のものである。すなわち、階級闘争の代わりに階級協力、革命的闘争手段の放棄、自国政府の困難を 革命のために利用する代わりに困難な状態にある自国政府への援助、これがそうである。第二インターナショナルの最大の権威者カウツキーは社会派外主義の基本思想、すなわちこの戦争で祖国擁護を認めることと交際に対する投票の際に棄権したり自分らの反政府性を口先で辞任したりなどするという形での左派に対する外交的な 見せかけの情報とを無観外に和解させようとしている。労働者階級は、この廃墟、無定権、日折り見主義への忠勤、前例のないマルクス主義の理論的非属化と容赦なく、戦わないでは、自分の世界的な革命的役割を果たすことが、できない。カウツキー主義は偶然のものではなく、第二インターナショナルの矛盾から、すなわち、 口先でのマルクス主義への忠誠と行動の上での、日和美主義への屈辱との組み合わせから生じた社会的産物である。戦争が極めて鋭い危機を生み出し、大衆の最悪を信じられないほど激しくしたことは疑いを入れない。この戦争の反動的な性格、自分の略奪的目的を民族的イデオロギーで覆い隠している全ての国の、 ブルジョアジリの恥知らずの嘘をこれらはすべて、客観的イコール革命的情勢を基盤として、大衆の中に、必ずや、革命的な気分を引き起こさずには置かない。我々の責務は、この気分を意識化し、深め、それにはっきりした形を与えるために手助けをすることで、ある。この任務を正しく言い表しているのは、帝国主義戦争を内乱に転化せよという、スローガンだけである。 社会民主諸島は、たとえどんなにわずかでも、大衆を組織し、社会主義を宣伝する、合法的可能性があるなら、どんな場合にも、どんな事情のもとでも、それを利用することを断念しないと同時に、合法性への礼獣とは手を切らなければならない。ブルジョアジーは、あらゆる国で、最も自由な国でさえ、合法性を破っている。革命的な闘争手段を宣伝し、審議し、評価し、 準備するための非合法組織を作らずには大衆を革命に導くことはできない。現在の戦争で自国政府の勝利を擁護する者も,のも勝利でもなく敗北でもないというスローガンを擁護する者も,のも社会派外主義の立場に立つものである。反動的な戦争では革命的な階級は自国政府の敗北を望まないわけにはいかない。また自国政府の軍事的敗北と この政府を打倒することが容易になることととの関連性を見ないわけにはいかない。平和を望む大衆の気分はしばしば抗議、噴撃、戦争の反動性についての認識の始まりを表すものである。この気分を利用することはすべての社会民主主義者の責務である。しかし、社会民主主義者は革命運動がなくても無併合の民族抑圧を伴わず、 略奪を伴わない、講和、現在の政府間及び、支配階級間の新しい戦争の方がを含まない、講和が実現できるという考えを認めることによって、人民を騙すようなことはしないであろう。恒久的で民主主義的な平和を望む者は、諸国の政府と、ブルジョアジーに対する内乱に賛成しなければならない。現在の戦争で、ブルジョアジーが人民を騙している、嘘の中で、 一番広まっているのは戦争の略奪的目的を民族解放というイデオロギーで覆い隠すことである。実際にはこの戦争は世界の大多数の民族を抑圧している者同士がこのような抑圧を強め広げることを目指してやっている戦争なのだ。社会主義者はあらゆる民族抑圧に反対して戦うことなしには自分たちの偉大な目的を達成することができない。 だから、社会主義者は、抑圧国の社会民主諸島が、非抑圧民族の受決権、しかもまさに政治的な意味での受決権、すなわち政治的分離の権利を認め、主張することを、無条件に要求しなければならない。非抑圧民族の社会主義者の方では、無条件に非抑圧民族と抑圧民族の、労働者の完全な統一のために戦わなければ、ならない。地主階級と、 商工ブルジョアジーの上層とは、ツァーリー政府の公戦的な政策を熱心に支持した。自由主義ブルジョアジーの党であるカデットも同様で、国権的自由主義派に退化した。支配的と党は、農民の間にも、排外主義的な気分を呼び起こすことに成功し、農民と接触を保っているトルドビキア社会、革命党では、排外主義者が優勢となった。ロシアで、 海外主義の病菌の摂取がうまくいかなかったただ、一つの階級はプロレタリアートである。戦争の初めの個々の行き過ぎは、最も無知な労働者層だけに関係するものであった。非合法のロシア社会民主労働党は、インターナショナルに対する自分の義務を果たした。国際主義の旗は、党の手に握られて微動もしなかった。1913年に、 社会民主党国会議員団は分裂した。7名の地平全派議員団は戦争の初めに軍事交際に賛成投票はしなかったが、社会排外,外主義に対する抗議も行わなかった。ボリシェビッキの議員団は、労働社会級の真ん中に出かけていって、戦争反対の抗議を行い、帝国主義反対の宣伝をロシアの広範なプロレタリア大衆の中へ持ち込んだ。 政府は議員たちを逮捕して、シベリアへの終身流刑に処した。社会派外主義者にとって、インターナショナルは、平時の用具である。戦争が終わるまでは、各国の社会主義者は、自分の、祖国を擁護し、自国の政府を支持すべきである。だが、戦争が終わったら、お互いに、対処を行い、誰も皆正しかったことを認めなければならない。このような態度で、インターナショナルが、 再建される危険は、極めて大きい。ドイツ社会民主党の内部では、今日の社会主義の分裂が最も明瞭に現れた。ここには、極めてはっきりと三つの流派が見られる。すなわち、どこでも、ドイツほどひどい堕落と廃墟をしたところのない、排外主義者の日寄り見主義者たち、日寄り見主義者の下僕の役割以外には、全く何の役割も果たせないことを、 ドイツで証明したカウツキーの中央派、そしてドイツで唯一の社会民主主義者である左派、これがそうである。雑誌、インテルナチオナーレ、フランツメーリングとローザルクセンブルクが創刊した雑誌の関東論文の筆者がカウツキーの中央派は剥き出しの社会排外主義よりも一層大きな害毒をマルクス主義の大技に及ぼしていると断言しているのは全く正しい。 総じて、インターナショナル内部の同様分子、平和主義的な色合いの社会主義者は、我々の同伴者となり得る。社会派外主義者に反対して、彼らに接近することは、必要である。しかし、彼らは同伴者に過ぎない。国際諸会議では、我々の綱領をこれらの分子に受け入れられるものだけに、限ってはならない。現在、社会民主党内の反対派の主要な任務は、 革命的、マルクス主義の旗を掲げ、帝国主義戦争に対する我々の見方を労働者に、しっかりと、はっきりと語り、革命的な大衆行動の標語、すなわち、帝国主義戦争の時期を内乱の時期の開始に転化せよという標語を提出することにある。戦争を一刻も早く終わらせるために戦うことは必要である。しかし、講和の要求は、 革命的な闘争への呼びかけを伴ってこそ、プロレタリア的な意味を持つものとなる。一連の革命なしには、いわゆる民主主義的講話は小市民的なユートピアで、ある。真の行動考慮であるのは、起こった事柄について大衆に完全で明瞭な回答を与え、帝国主義とは何か、それとどう戦うべきかを説明し、第二インターナショナルの崩壊をもたらしたものが、 ヒ和リミ主義であることを公然と言明し、ヒ和リミ主義者を除き、彼らに反対して、マルクス主義的インターナショナルを建設するように公然と呼びかける、マルクス主義的な考慮だけであろう。ロシア社会民主労働党は、ずっと以前に、自党のヒ和リミ主義者と分裂した。ロシアのヒ和リミ主義者は、今ではさらに排外主義者ともなった。現在の事態の下では、 日和り見主義者や排外主義者との分裂は革命化の第一の義務である。第三インターナショナルはまさしくこのような革命的な基礎の上に作られなければならない。1894年から1903年まで経済主義はロシアの社会民主主義派内の日和り見主義的な位置、潮流であった。その政治的な本質は労働者は経済闘争を 自由主義者は政治闘争をという考量に帰着するものであった。旧イスクラは革命的社会民主主義派の原則のために経済主義と闘争して勝利を得た。経済主義者は大衆の更新性に自分を適応させていた。イスクラは大衆を前方へ導いていくことのできる労働者の前衛を教育した。今日の社会排外主義者の論拠は すべて経済主義者がすでに掲げていたものである。1903年から1908年まで、ブルジョア民主主義革命の時期は、社会民主党の内部に所長流の新しい闘争を生み出したが、それは以前の闘争の直接の継続であった。経済主義はメンシェビズムに姿を変えた。旧、イスクラの革命的戦術の堅持は、ボリシェビズムを生み出した。 労働者階級の闘争を自由主義派に適応させることをここにメンシェビズムの革新があった。これに反して、ボリシェビズムが社会民主主義的労働者の任務としたのは自由主義派の動揺や裏切りに逆らって民主主義的な農民を革命的闘争に立ち上がらせることであった。1908年から1914年までメンシェビズムの主流は回答主義の潮流を ロシアにおける新しい革命を目指す闘争の否認、非合法組織と非合法活動の否認、地下活動や共和制のスローガンに対する嘲笑等々を生み出した。1912年のロシア社会民主労働党の1月協議会は、この非和見主義者のグループを党から排除し、大将の幾多の在外グループの猛烈な犯行を退けて党を再建した。 二年以上にわたって二つの社会民主主義政党の間に、すなわち1912年1月に選ばれた中央委員会と1月協議会を認めず別の形で党を再建しようと望んだ組織委員会との間に頑強な闘争が行われた。1914年から1915年まで回答派の基本的グループは社会派外主義に転向してしまった。 回答主義に対する我々の評価が正しく、回答派の主要なグループを我が党から排除したことが正しかったことは完全に確証された。回答派の現実の高慮とこの流派の現実の意義は今では一般に日和未主義の点にあるだけでなく、さらに彼らが大ロシア人の地主とブルジョアジーの大国的特権と優越性等を擁護している点にある。これは 国権的自由主義的労働者政治の流派である。ヨーロッパの非和見主義のはずべき崩壊をもたらし、我が国の国権的自由主義者と社会排外主義的回答派との同盟を固めた世界戦争の試練は、我が党が今後も同じ守備一貫して革命的な道を進まなければならないという我々の確信を一層強めている。 1915年9月5日から8日にかけ、スイスのツンメルバルドにおいて、各国の反戦派社会主義者が会議を開いた。参加者は、平和を目指す、多数派と革命を目指す、少数派に分かれた。後者に属したレーニンは、ツンメルバルド左派の決議草案を書いた。ツンメルバルド会議が採択した宣言はトロツキーが、起草したもので、レーニンの観点からは、 日和り見主義に対する批判や革命的闘争の呼びかけが十分ではなかった。それでもレーニンは宣言を一歩前進と評価し署名した。第2回会議は1916年4月24日から30日にかけてキーンタルで開かれたが、サハはやはり少数派にとどまった。ボリシェビキはサハの中でさえ孤立した。レーニンはツインメルバルド運動を見限って、 ボリシェビキ主導で第3インターナショナルを創設する方向へと向かった。ありがとうございます。